さあ、なんと今回はたくさんの家を追加するモッドをね入れてきました。これね、一つ一つがね建物なんだよね。待って、この刑務所ってなんかおもろそう。試してみます。はい、と、すげえ、あ、刑務所だ。え、すごっ。何、え、ちゃんとできてる。え、脱獄成功と。ってことで、どうも、ふふやです。いや、すごくないこれ。めっちゃクオリティ高いんだけど。まあ、こんな感じで、まあ、一瞬で今回、建物が作れるアイテムがね、入ってます。で、早速、一個使ってみるか。このね、モデレートハウスってやつが、まあ、普通の家みたいな感じなんだよね。ほい。そう、これでね、いろいろ選べるんだよ。例えば、このベッドの色とか、チェストを追加するとか、あとね、この家の形とかも選べるんだよ。すげえ！いや、でもね、これめっちゃ良くない？ジャングルハウス。ちょっと作ってみよう。はい。うわー、すげえ！ツリーハウス、え、もうできたんだけど。ってことで、今回は、これを使って、エンドラ討伐ね、やっていきたいと思います。で、これでなんか色々追加されてるんじゃないかな。例えば木だったり、ほら、なんかない？ここはあれか、景色いいって場所かな。こう上に登ると、あ、すごい！ここで農業ができて、で、ここはなんだ？え？あ、すごい！え、待って、なんか入ってる。ツール一式入ってるんだけど。ラッキー。あ、これはめっちゃいいわ。確かになんか、最初に欲しいアイテムばっか入ってるね。クラフティングテーブルもあるでしょ？もう回収しちゃおう。で、ベッドも取って、待って、さらに上があるっぽいな。これは、あ、チェストは何もないね。あ、でも待って、かまどがあるわ。すごっ！ここ。めっちゃ景色いいし。ちょっと待って、普通にガラス割っちゃったけど。え、たっけー。すごいね。待って、ここにね、部屋があるんだけど、え？すげえ！待って、これ洞窟まで繋がってんだけど。ちょっとじゃあ、後でここ行くか。すごっ！これで洞窟見つける必要ないんだ。この家は最強です。ってことで、じゃあ次。あ、そう、これね、めちゃくちゃ面白いのがあって、あと、このモンスターマッシャーってあるじゃん。なんと、これを使うと、これ色決められるんだね。ガラスの色。プルーって何？プルーって。ブルーじゃないかな。まあいいや、これ作ってみます。ファイト。なんと、これは、すごいんだよ。ほら、今ね、ゾンビ落ちてきたでしょ。なんとこれ、トラップタワーなんだよね。一番上のここでゾンビが生成されて、それが落ちてくるんだよ。で、これを倒すことで、ほら、経験値と、まあ、アイテムが落ちたらここにアイテムゲットできると。クリーパーとか大丈夫か？あー、すごい！めっちゃ降ってきてる！これで経験値貯めてエンチャントすればいいじゃん。まあ、でもこれからどうやってエンドラを倒せる要素がゲットできるのか確かめてみたいな。じゃ、この倉庫とかは、まあ、でも多分ね、ちょっと似たようなのもあると思うんだよね。ほら、これ多分ただアイテムを収納できるっていうところだね。次、農場。ちょ、もういろいろ見てみようか。この口座サイズが 32×32 ってこれめっちゃでかくね？え、めっちゃでかい！え、でかっ！あー、なるほど。ここでキノコ類の栽培、さら、すごっ！多分ね、ここでサボテンの栽培と、ネザーウォートの栽培もできるんだ。すべてのものが栽培できる場所だ。これでなんかさ、俺だけの街作ろうぜ。じゃあ次はこれ。なんか鶏小屋っぽいわ。わあ、で、こっちが、馬小屋らしい。はい。うわ、すごっ！いいね。これちょっと、食料ゲットできたわ。ラッキー。まあ、こんな感じで、家ごとにゲットできるアイテムを、なるべく有効活用して、エンドラ行きたいな。で、これが鶏小屋。あ、これ分かった。なるほど。これ、多分この上に、ほら、鶏がいて、卵を、下のチェストに、送ってくるって、まあ今、レンガ壊しちゃったから入ってきたね。あ、すごい！でもなんか、様になってんね。オレンジでしょ？で、あそこ、農場、倉庫、で、鶏のとこ、馬のとこ、で、まあ、刑務所と。次。釣り堀！あ、これめっちゃいいね。釣り堀は、家の近くに作りたい感じある。暇になったら釣りに行きたい。すごい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 。うわー、できた！ちゃんとしてる。しかも、こっから眺められるじゃん。村人の家ってやつもあるな。村人の家は、じゃあ家の後ろに置いとこう。隣人としてね。あ、でもすごい、これ。いろんなもの作れるわ。じゃあ、ロングハウス。どうだ？中は？待って、村人が2体いる。あー。あー、動いた。すごいな。お前らの家、俺なんかより全然質素だな。なんかごめん。待って、これ。めっちゃ興味ある。ネザーゲートって書いてあるね。だからこれを、ここら辺に開いてみよう。え？なにこれ？お、かっこいいこれ！古代の頭蓋骨。ほいっと。
すごっ。待って、これなんか横から見ると恐竜だな。でこれが口でしょ。でなんとこの口の中にほらネザーゲートあるんだけど、え、すごっ。もうこれは火つけるだけでいけるっていう感じだな。でもう一つがこれ、エンダーゲートウェイ。名前的になんかエンドとか出てくんのかな。ちょっとじゃあ上から入ってみるか。あ、待って待って待って、あー、なるほど、エンドポータルフレームがあるわ。でどうやらエンダーアイは自分で集めろってことらしいね。これでじゃあエンドラが結構簡単に倒せるようになったわけだ。そしたらこの最初にあった洞窟でちょっとじゃあ鉄とかゲットしないと、やっぱネザー行くからには怖いよな。ってことで鉄をゲットしてこう。おい、すごい、なんかこれ等間隔で松明も置かれてるわ。そしてどうだ、え、待って、なんかチェストある。おい、ダイヤあるんだけど。あ、なるほど、わかったわ。これ多分ここら辺一帯を削ってランダムでアイテムが入れられるやつだ。普通にダイヤ入ってたのはラッキーだと思う。普通に騙されたが死ぬ。待て、回復しろ回復。あぶな、あぶね、すごい、めっちゃダイヤありそう。でもで高さがねちょうど11だからダイヤがある深さまで来てるんだよね。何これ、便利すぎない？うわ、びっくりした。あ、めっちゃダイヤありそう。あ、ダイヤあった。すげえ、やっぱ深さがちょうどいいから見つけやすいな。よし、これでダイヤ14個ってことはダイヤ剣とダイヤチェストプレートと足強。よっしゃ、これで一回戻ります。よいしょー。ちょっとえぐいって。あー、オレンジが、ウィッチがおる。はい、オッケー。ってことでまだね見てない建物があったんだけど、このマジックテンプル、これはねすげえ形不気味だな。これあ、なるほど、エンチャント台があるんだ。めっちゃいいね。じゃあこれ、じゃあウェルカムセンターってやつ作ってみよう。わー、すごい、だんだん削れてく。え、これでかくね。大丈夫か。すごい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 、でかいのできたな。めっちゃいい内装。あ、ケーキいただきます。あ、やばい、水漏れしてる。待って、水漏れしてるんだけど。でもちょっと本棚回収しよう。あとは、え、なにこれ、え、すげえ、隠し部屋だ。これいる金床でしょ。なんか下がある。なんだ、あ、初見台もあるんだ。これがあればでもドロップ増加つけてこっかな、エンドラ討伐のために。あ、ドロップ増加1だ。もうこれで十分だな。よっしゃ、これで2個交換できそうだ。よし、でさっきゲットした金床でドロップ増加2。よし、いいじゃん。でさらにこれをエンチャントすると、めっちゃ効率いいね。よし、じゃあ早速ネザー行っちゃおっかな、これで。おお、これな、なんか近くに要塞もある効果もつけてくれればいいんだけど、どうだろうかそれは。さあ近くに要塞来い。なんだここは。まあこんな時にこのインスタントブリッジなんだけど、なんとこれは橋を作れるんだよね。だから橋の長さちょっと75とかにしとこう。でこんぐらいで、よし、これで作ります。こっちどうだ。おー、すごい、めっちゃ続いてる。こういう風になんと橋を架けられるんだよね。うえ、あったー。すげー、え、めっちゃいいじゃんこれ。これしかもあと10回使えるんだ。だからどん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 使っていこう。こんな使い方あるんだ。よし、ってことで早速たどり着いたぞ。え、マジで一番効率よかったな。あ、いた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 。こいつらをまず狩ろう。まあ、これぐらいあればいいなと。あ、っていうかさ、エンドポータルあるんだったら12個でいいんだよな。ってことで、あ、すぐそこにも青森があるんで、もうつなげちゃおう。どうだ。おお、もう12個いった。やっぱドロップ増加早いな。ってことで、まあ、こんな感じでね、さっそうと帰宅していきたいと思います。よし、ってことで、もうね、戦えるっちゃ戦えるんだよね。ちょっと矢師と、こう弓とかもね、たくさん交換して、で、この、トラップタワーをね見て、全然いねえ。びっくりするほどいねえじゃん。でもな、結構近づくと落ちてくるわ。まあ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 、これでいいや。で、まあちょっとだけエンチャントしよう。お、射撃ダメージ増加2出た。これどうだ。オッケー、いいね。これはダメージ軽減2も出て、オッケーオッケーオッケー、結構いい感じにエンチャントできたわ。これで結構じゃあもういけるんじゃないか。さあってことで行くか。行きます。ほい、
来たね。まずはちょっとねエンダーマン倒して、ちょっとだけエンダーパール確保する。これ落下死を防ぐためってことで破壊していこっか。ほい、どうだ。はい、1個目、2個目、ほい、ここどうだ。はい、3個目、ほい、どうだ。いったー、いけ。はい、まあいつも通りもう残りは柵だけということで、どうだ。はい、ほい、よっしゃー、残り弓34本も余ってるってことで、ちょっとずつチクチクしながら倒していく。ほい、あー、やっぱ射撃ダメージ増加強いな。よし、来たね、この今のうち、今のうち、え、強い。やっぱいってー、あー危な。これね、エンダーパールあった意味、よかった。あー、来た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 、これでもう倒せるんじゃないか。いけ、いやー、惜しい。あ、待って、まずい、危なすぎ、危な。ベッドとかも構えて、来た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 、まずこの弓矢を一発当てて、でこのベッドを、ここ、いってない、あと一発、待って、はい、ここ、え、どこ、よっしゃー、よーし。でも今回はいろんなアイテム揃ってたからすげーやりやすかったな。待って、これ何、なんか使ってないのあったわ。ちょっとじゃあ使ってみます。おい、おー、エンドに建物って新鮮だな。これどういうやつなんだ。はい、あー、景色がいい。